どうも、マッシーです。今日も楽しく法律を勉強していきましょう。今日のテーマはこちら、三木千夜事件です。歴史に残る大事件として光クラブ事件があります。東大法学部3年生だった山崎明嗣は光クラブ金融株式会社を設立しました。しかし営業形態としては今の闇金のように10日で1割の利息を取り、暴力団を使って強引な回収をしていたとされます。その後山崎は物価統制令で逮捕され、その後は青酸カリにより服毒自殺をするという結末になりました。今日は山崎と共に光クラブの経営を手助けしていた三木千夜が提起した裁判について紹介してみたいと思います。検察官との間で一体どのような攻防があったのでしょうか。この点を知っておくことは皆さんの人生にとってきっと役に立つ知識になると思いますので、最後までご視聴いただけたらと思います。三木千夜は代々黒田藩の転移であった家に生まれ、父は名古屋市内に病院を経営し、後に名古屋市医師会長をし、叔父も東大附属病院長をしたことのある医学者であったことから、家業を継いで医師になることを志して日本医科大学に入学しました。途中兵役に復し、終戦後に復学しましたが、在学中の昭和22年東大生だった山崎明嗣と知り合って、金融業光クラブの設立経営の手助けをすることになりました。ところが山崎が突然自殺したことから光クラブ事件として世間に騒がれ、やむを得ず三木は大学を退学しました。三木は医業を継ぐことを断念して以来、金融や不動産取引の仲介・斡旋の業務に従事することになります。三木は住友和夫と共同で代表取締役をしていた住友建設株式会社が資産皆無であることを知りながら、額面50万円、5万円の株券を発見していました。すると捜査当局は三木を詐欺罪及び横領罪、有価証券虚偽記入罪により逮捕・起訴しました。東京地方裁判所は詐欺罪と横領罪については有罪とし、有価証券虚偽記入罪については主文、被告人を無罪とする。株式会社の株券は株主たる地位を表彰するものであって、必ずしも株券の表示する株式券面額は会社資産の経済的価値を表彰するものではないから、被告人は何ら真実に反する記載をしたことにはならない。例えば1000株券50万円の株券は株式総数25万8000株に対する1000株の割合の持ち分権、言い換えれば会社財産に対する258分の1の持ち分権を表すに過ぎず、それ自体で50万円の価値を表すものではない。被告人が資産皆無の状態にある会社の株式を発行しても、その株式は無価値な、もしくは極めて価値の少ない株式として取り扱われるだけのことであって、そのような株式を発行してはならないということにはならない。そうであれば、被告人が印刷した今回の各株券の文言中には何ら虚偽事項が含まれているものではない。したがって被告人の行為は有価証券虚偽記入罪を構成するものではないと判決を下しました。その後三木は無罪となった有価証券虚偽記入罪の疑いについて、昭和42年1月18日から6月15日まで勾留されていたので、その期間の刑事保障として19万
3700円を請求しました。これに対して検察側は、裁判によって併合罪の一部について無罪の判決を受けていても、他の部分について有罪の裁判を受けた場合、刑事保障法3条2号には、保障の一部または全部をしないことができるとあるので、これに該当すると争いました。これらを受けて、東京地方裁判所は、刑事保障法3条2号の場合に、刑事保障の一部または全部をしないことができるとしているのは、抑留または拘禁が有罪部分と無罪部分の双方の捜査及び公判審理のため利用されたときは、その利用関係に応じて保証すれば足り、無罪の部分があるからといって直ちに抑留または拘禁の全部についてまで保証をする必要はないとの趣旨であり、逆に言えば形式的には同号に該当する場合であっても抑留または拘禁が有罪の部分の捜査及び公判審理と関係がない場合には同号は適用がない趣旨と解しなければならない。よって1日1000円の保証を相当とし、請求人に対し14万9000円を交付すると決定を下しました。さらに三木は、検察官が有価証券虚偽記入罪の構成要件に明らかに該当しない行為について自らを逮捕・拘留・起訴したのは検察官の重過失に基づくものだとして、国家賠償法に基づいて損害賠償を求めました。これを受けて東京地方裁判所は、逮捕・拘留は被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があり、かつ身柄拘束の必要性があること、控訴の提起は控訴事実について有罪判決を得られる合理的な根拠があることを要するものはもとよりであるが、その刑事判決において結果として無罪の判決が確定したというだけでは、直ちに検察官の各措置が違法となるわけではない。これらが違法であるというためには、検察官がその際に犯罪事実の存在について成した証拠上あるいは法解釈上の判断が経験則、論理則上到底趣向し得ない程度に非合理な心象形成に達していることが必要である。担当検察官の判断が明らかに不合理なものであったと解することは困難であるので、原告の請求を棄却すると判決を下しました。三木は東大法学部のエリートだった山崎と出会ったことで、金融の世界にずるずると引き込まれていきました。山崎は六法を隅から隅まで読んで、法律の抜け穴をついて詐欺を行う知能犯だったことから、三木にもその手法が受け継がれているのではないかと思われる興味深い事件でしたね。以上、エンタメ法学でした。ではまた。